あ、残り5人だった。じゃあ俺勘違いしてたかも。あ、まあでもあのさっきの一軒家って仮定してた場所は見たわけじゃないから、アンチ的にっていうのと自分のその位置的にここやろうなっていう目論みを立ててただけだったからあれだったけど、あと体育館の方が結構建物がいくつかあったからね、そこに何人か入ってる可能性はあるかなって思ってたけど、まあまあまあって感じだったな。どっちにしろって感じだね。人数も間違えてたし、敵の位置も読み違えてたし、いいことなしと。は？なんか足音しなかった今。しかもなんか屋根の上を歩くような。は？なんだ？耳に寄生虫？これ。ほらほらほら。銃の音か。なんかの銃の音か。成虫案件かと思ったわ。あかん。ごめんな。ごめんな。お前は、お前の視覚の外から行ったからね。わかんないよね。視覚の外から行ってごめんな。いや、まあ、あれは相手が間抜けというよりは、見えない位置から行ったからね。まあ、どっちかっていうと敵は詰めない方が良かったなことには間違いないけど。まあ、位置を読み違えるのはしょうがなかったと思う。なんせ見えてないですからね。まあ、僕たちもよくやると思うんですけど、あれ後ろいんじゃんっていうやつですから、今のは。うわー！しかもオートになってなかったから、なんか俺ダンって一回打ちやめちゃったんだけど、あいつ多忙してたな今。びっくりした。 T シャツ姿のおっちゃんが普通におったが、シューティングレンジ意外とやっぱ面白いな開幕。購買率スコープか？違った。ああ、びっくりした。ケンシロウさん、え、ああ、ミリ、ああ、ミリベか。確かに確かにミリベ、まあ半分だったらミリベの方がいいかな。ケンシロウさん100ビットありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ミリベ拾い替えます。教えていただきましたし、いただきましたしましたし、かしまし。ミリベポイ捨て警察に捕まった。ポイ捨て禁止やぞーって。え、 Are you killing me? What happened?
レベル2と入れ替えたとこってどこだっけ。俺いつレベル2を拾ったかどうかすら覚えてないんだけど、家か。はあはあ、補給部補給部あ、補給部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 。ゆきさん、ケンシロウさん、100ビットありがとうございますやべえ、プレッシャーがやべえ、何やっとんじゃと。ありがとうございます、助かりました。すいません、すいません、申し訳ありません。今後はミリタリーベースを捨てないように前向きに善処いたします。今後ともよろしくお願いいたします。私自身、忘れっぽい性格でありまして、時々こういった気の抜けてしまう、気の抜けた行動を取ってしまうことがありまして、誠に申し訳ございません。これなんて読むんだろう。ザンサスさんかな。サンサスさんかな。XANXUS0706さん、購読ありがとうございます。ダンケ。まことダンケ。英語に弱くてさ。ああ、サブの字幕出ないのカメラのせいかな。そうかもしれない。配信の人は購読とチアどっちが嬉しい？ああ、悩むね。まあ、強いて言うなら、うわ、どうしようこれ。アングラルシ別にスカーでいいんだけど。スカーでいいんだけど、どう思う？俺全然スカーでいいよ。俺はスカーでいいんだけど、どう思う？分かったぞ。俺分かっちゃった。ちょっとだけ作業していい？ M249 スカー M249 294って言ってる人がいる。新しいな。分かった。え、なんか出てきたんだけど。これで出るわ。間違いない。間違いがなさすぎる。あー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 わわわわ。は？は？どうなったんだ。なやこいつ、反抗期すぎるだろ。強いて言うなら、僕が一番嬉しいのはドネートです。日本人ももっとドネート根付かせてった方がいいと思うんですよ。僕ドネートに問題があるのって多分税金関係だから、確定申告出したら何の問題もないでしょ。僕が一番嬉しいのはドネートです。いや、チアも中抜きされないよ。
ドネートはチアみたいなもんです。詳細の一番下に一応リンクが貼ってあるんですけど、このドネーションっていうボタンがあるじゃないですか。汚い画像で、そっから送る感じですね。いやでも日本でさ、海外のドネートのやり方やるとさ、絶対こじきって言われるもん。海外ってさ、いやチアはちなみに配信、あの送る人に手数料かかってんすよ。払う人は。ドネートはそれかかんないんですよ。かつチアってあのまあ、ちょっと時間かかるんですよ、配信者に届くまで。だけどドネーションはもう全く遅延なしです。あ、ドネートかかんないの、ごめんかかるかも、ごめんかかるかもしれない。ちょっとそこ俺わかんねえや、ごめん、あまり詳しくない。やっぱかかるやんけっつって怒られそうだから。でも確か俺はかかんないって聞いた。ただ日本だとグレーっていうのは税金を払わなかったらダメなだけで、てかまあ実際チアとかもそうだしな。俺は個人で確定申告毎年してるから、あの YouTube とかのやつとか俺全部確定申告してるから、税金納めマンだからね。大日本帝国万歳だから俺。あ、でもこじきって言われるかもしんないけど、海外の配信者は目標があるんだよ。まず今の俺の目標は、まあ、例えば5万円ですと。で、この5万円が貯まったらこれやりますって言って、でこう右下とかにパーセンテージがあって、SSSSSSS さん1ドルドネートありがとうございます。ありがてえ、しみるしみやがる。あ、でも何の話してたっけ。あ、でそう、この5万円、まあ例えばこの しかもあれね、あの結構配信に関係してるところとか、まあ関係してないことをしてる人もいるけど、まあ、例えば、まあ、1万円貯まったら、じゃあ私はあの、ウェブカメラを買いますよ。質のいい。このウェブカメラ買います。って言って、貯まると、それ買うみたいな。ことをやってる人もいる。そうそうそう。いや、でも YouTube とか、Twitch とか、俺、そんな、生々しい話人としないけど、多分ほとんどの人払ってないんじゃないの、少額だし。あの辺ってそれこそ500万1000万って言ったらさ、動き出すんでしょ、知らんけど、税務署だかなんだか知らんけど。ちょっと待って、まだるコメント止まってるわこれ。コメントいじりたいな。ここの小屋入るか。iPad が止まってる。なんか音が二重になってない？ジェッセさん、3ドル。ありがとうございます。テスト。テストって。すいません。ありがとうございます。何が起きてるんだ。油谷さん1ドルドネートありがとうございます。試しにやってみる。すいません、ありがとうございます。そしたらちょっと今ペイパル開いてみるか。俺のペイパルにもう入ってるはず。ペイパル、あ、まあちょっと携帯で見るか。なんか映っちゃったら嫌だし。
携帯が固まった。あ、もう携帯に通知来てるもん。受け取りましたって携帯にペイパルから通知が来てる。あ、これ本名を言いそうになるな。ゆきさん5ドル試しありがとうございますおこんなことやってたら叩かれんじゃねえの。まあ、ただドネートはそのチアみたいにそのなんだろう、この配信上で配信上でいくらチアしましたみたいなのが出ないから、そういうの出したい人も一定数いるじゃん多分。逆に出したくない人とかはこっち有効だよね。出したい人にとってはなんかその俺はこの配信者にな、配信者の購読を2年以上続けてるとか10万チアしてるみたいな、そういうの見せたくない人はドネートの方がいいし、見せたい人は、見せたい人にとってはドネートあんま向いてないと思う。あ、そうだ、俺ちょ、ま、見てなかった。あと iPad 再起で、俺がこれ携帯でペーパル見ると、海外ってほぼドネートなんだよ。時々やってる人いるけど、そのチアとかサブスクとドネートだと思う大体は。赤旗さん、俺もテスト10ドルドネートありがとうございます。ダンキュー。なんかでも日本ってチアだよねみんな。まあ別に配信者にとってはどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけど、まあ、チアが根付いてるんだったらチアでもいいんじゃねえかな。ただその払ってる側に手数料が発生するっていうのはなんか申し訳ないからな。まあでもどっちでもいいと思うけどね。あんまり気にする人いないでしょ。なんでこんなしけた家に。何が起きてるんだこの街に。配信再起動しないといけない。配信再起動っていうか iPad の配信を再起動しないと。来い、コメント受信しろ。お、チャットルームへようこそって言われた。これでいけるやろ。なんか音二重で鳴ってるよねこれ。あ、わかった、こっちは消していいのかな。こっち消すか。こっち消したらなんとかなんじゃない。ゆきさん、400ビット、ありがとうございます。次からドネットにすれば手数料分借金に当たすわ。すいません。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。え？どういうこと？Twitch プライム来る。
めんね。こちらはコメント欄にもトップに残るし、ドネートも画面に名前記載。あ、ドネートの名前記載ってどうやってんだろうな。ドネーションで絞り込んで毎日計算してんのかな、手動で。これっていつまで履歴残るんだろう。マイドネーション、これか。あ、マイドネーションに残るんだ。あ、なるほどね。こういうこと ?This is a URL to your team page where viewers can send you donations. あー、ここに累計が溜まっていくのか、このページに。ん?ちょっとよくわかんねえな。まあ、ちょっと一回置いとくか。チア来てた。もぎりさん、ドネートに移行記念ビット100ビットありがとうございます。ケンシロウさん、サブスクライブありがとうございます。感謝、完全に感謝、拙者感謝。このオーイエー、俺の声じゃないよ。あ、バイクパクられた。パクらしてもいいや、くれてやるよ。あんた外れてるやんけ。くれてやらねえぞ。おい、ふざけんな。くれてやらねえぞ。なんかえぐい音のやついる。はあ、後ろにもいる。前のやつ先に殺したいな。いた。あ、気づいたかな今。こいつえぐい武器持ってたやつちゃう。ちょっと後で読みます。少々お待ちください。我真剣集中中なり。あれ、こいつ普通だ。そう、サブもつけれねえんだ。ガス来とるやんけ。やべ、あちちあちち、ガスあちち。24機意外と遠距離も打ちやすい説あるな。これうわー、バギー乗ってきたやつエリア外で死んだー多分これ。あれ、いや死んでない。うわ、めんどくさい。こっちからも敵来ると思うんだよな。あれ、アンチ反対側じゃん。勘違いしてた。アンチ反対側だ。こっち側だ。そしてまたチャットが止まった。くさ、なんだこのクソ回線。回線変えるぞ。マジでいいんか。変えたんぞ。
川辺にもう一人いるな。泳いでる。まあ、見えなくなった。どこ行ったんだ。くー、どこ行った。そこの八角入ってんだよな、めんどくさいことに。なんか取られた。キル今取られたっぽいな。いると思ったよ。やべ、どうしよう。あいつうぜえな。うわ、外した。いや、ここダメだな。よくねえぞ。どう行くのが正解なんだ。開けすぎじゃね。超開けてんじゃん。ありえるかこんなの。ダメだこれ、こっちがダメだ。あの岩のやつはまだ、あ、いや撃たない方がいいな。撃たないことを覚えたシャカキン TV。なんかサプレッサーの音がする。あー、びっくりした。あそこの木と岩の裏に一人いる。あれ？いた、あちち、あちち、あちち。あと一人。どこだ。これ人だよね、やっぱりね。すいません、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。ごちそうさまです。